石田釣りは男のロマンだ。荒波打ち寄せる磯の上、幻の魚との真剣勝負が始まる。静寂の時を経て今放たれる荒磯の引力。よーし、ほら、いったよいしょ。これでかいね。外れんなよ。フィッシングを愛する者のいるところ、どこにでも現れる不思議なカフェ、フィッシングカフェ。今日はどんな釣り人がどんな話を聞かせてくれるのか。フィッシングカフェ開店の時間です。北海道から台湾までの海域に生息し、最大で体長70センチにまで成長すると言われている魚、イシダイとイシガキダイ。その圧倒的な引きの強さといい、堂々とした風格といい、磯釣りをする釣り人にとっては最高の対象魚であるのだが、近年その個体数が激減し、出会うことすら難しい魚になってしまいつつあるのだ。東京から南南東へおよそ1000キロ、太平洋のただ中にある小笠原諸島は亜熱帯に属する離島である。美しい自然に囲まれた島の周辺は人の手が入れられていない場所が数多く残されており、東洋のガラパゴスとも呼ばれている。特に世界でも有数の透明度を誇る海には実にさまざまな魚たちが住み着いており、イルカやクジラなども日常的に目にすることができる。そしてこの地は幻の魚イシダイの最後の楽園でもある。その小笠原諸島で父島に次ぐ2番目の大きさを誇るのが母島。南北に細長い形をしたこの島は亜熱帯の高木林が茂る緑豊かな島である。母島は外周がおよそ60キロ、そのほとんどが険しく切り立った崖で囲まれ、人の侵入を阻むかのような景観を見せている。丸橋栄三さん、浪人アジの世界記録樹立をはじめとした IGFA の世界記録を数多く保有し、フロリダでのターポン2大トーナメントでも世界初の3年連続同時優勝を成し遂げた日本を代表する釣り師。彼は自らを石田釣り師と呼んでいる。よし、さあいよいよ大東です。どうなるか。
いい潮ですね。でっかいの食いそうですね。お、当たった。当たった。当たった。行くぞ行くぞ。まだね、まだ餌が大きいんですよ。彼にとってね。彼にとってまだ餌が大きいんで。ああ、やっぱり石物だな。石物でしょう。これ丸橋さんの想像意味。よし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 よくぞここまで来た。そして石田は挑発する。ならば俺と戦って行け、ね、6キロぐらいあると思いますね。東伊豆八幡野で始まったと言われている石田釣り、この荒々しく武々しい磯釣りは、その歴史の中でさまざまな工夫改良がなされ進化を続けている。宇木俊夫さん、二十歳の頃に磯釣りを勧められてから50年もの間石鯛一筋にこだわってきた。磯釣りの黎明期を知る数少ない一人。斉藤久夫さん、宇木さんの一番弟子として苦楽を共にし磯釣りの世界を歩んできた。石鯛だけですよ僕らって。だから今で僕はよくわかんないんだけど、磯釣りっていうとメジナっていうのね、あれを磯で釣るから磯釣り、まあ言葉通りだから俺何も言わないけど、別に本当の石鯛で言ったら石鯛だけなんだよ。その石鯛釣りに行くんだ。私たちが行った頃は釣り始めた時何年だでしょう、29年8年か9年ぐらいなんですよ。昔は着るもんなかったでしょ、だから日活ボンって知ってるでしょ。あれがまず日活ボンにね、地形があるんですよ。そのあれに今度はわらじ履きでね、うん、滑る、うん、磯が滑るでしょ、うん、だからあのわらじ履きだから、うん、だ地形見て足痛いじゃないですか、薄いから、うん、だからあれが一番良、かったよな。八幡野で特殊すべきはね、八幡野行くときは竿持ってかなかったわけです。みんな自分の竿がね、延べ竿が軒下にずっと抱えてあったわけです。上宿の、それでリールといえば100ミリ横転ですね、木製100ミリしてこういうやつがあったんですよ。太鼓、そう太鼓太鼓、全然ナイロンがないんだから、秋田の渋糸っていう7本寄りとかね、5本寄りとかっていうのを巻いてやってたんです。でそうすると当然まあその張力に限界があるわけですよね。だから大きな魚は取れないわけですよ。せいぜいそこそこ3キロぐらいかな、うん、大きな魚くらいは大抵ぶち切られたな。だって魚そのものはね、今だって昔だって変わんないんだもん。でドム立ては今はいいんだけど、昔はそういうドムだったから切られちゃう。今言ったように道具が良くなって初めて石鯛が本当に本格的に釣れるようになったということだろうと思うんですよね。よくなんて言うんだろう、魚がかかると引きが強いと肩入れて釣るっていうことだと触んなって僕らと言います。それはある意味であのスポーツの感覚があるわけですよ、あの石鯛釣りにはね。それで石鯛も一匹で俺にかかってくるわけでしょ。俺も一人で一匹相手にするわけだから、それで取れなかったらさっと伸ばしたらパチンって切れるわけだから、それでまた勝負しようっていうようなこと言って帰ってくることもあるしね。だからそういう意味では昔の釣り師の方が粋だったよな、うん、だから石田釣りはもう自分一人で自分の力と石田の力とね競い合うというね、そ
そういう基本があってな。だから磯釣りそのものが趣味じゃないんですよ、道楽なんですよ。趣味と道楽と違うんですよ。道楽な、道楽なんていい言葉だよ。お前磯釣りは道楽だから、お前それに凝ったらお金なくすよっていうな、そういうふうにやるときにそのぐらいの根性でやれってことを教わった。当たった。これは石物ですね。ただね、機嫌が悪いか小さいか、行くのか、行け、これは行きますね。行け。あー、やめちゃいましたね。行け、よし。おおおお、やめるな。よし、思い切って当てるね。これはね、そんなにでっかくないね、竿が浮いちゃうでしょ。おー、でも走る。おお、左行く。勘弁しろ。面白いですねね、浮いた。ちっちゃいでしょね。これでね、多分3キロぐらいでしょう。綺麗だなね。よし。ここにね、これ全然手つかずね、2個つけたウニの下の方の餌を加えて走ってんですね。まだ魚が若いんでね、多分3キロぐらいじゃないでしょうかね。ああ、やっぱあまり当たんないですね。4キロ200ぐらいありますね、これね、さっさと元気なうちにね、頑張れよとね。あの顔だね、あの顔ね、やっぱり2人で引っ張りっこしてどっちが勝つかっていう勝負終わってね、あいつが口開けて出てくるでしょ。それでも情けなさそうな顔しねえんだよね、あれはね、やっぱり目はキシッとで、釣り師の方向いてね、なんだよな。それがやっぱり魅力で、なんていうかな、あの顔は本当にいい顔よ、俺なんか本当にあの顔好きだね。だから平気で伸ばされる時なんかもう自分で持ってパンと伸ばしてやるとペチッて切れてね、で石台が「ざまみやがれバカ野郎」って行くような感じだね、それでも気持ちいいよね、だからあれを何度もどんなにしてても取るんだっていうね、人間の限界を超えて、例えばモロコ釣るにしても人間じゃ切れないっていうナイロンがあるんですよ、もう太さでさ、そこまでやってみんなで肩入れて引っ張って魚釣るっていうんじゃ、俺いつも見てるけど魚は買えそうだよな。魚一匹で針にかかった魚が獅子になってやっぱりナイロン切ろうとするわけでしょ。そしたらやっぱりためになってやったんだけどな、勝負にならないね、細い糸でやればいいじゃないかって部分もあるけども、そうして食わせてね、それを騙して取るっていうような釣りは好きじゃないね。まあまあ、それてめえが怒っちゃうっていうね、そういう危険がある方が楽しみだよな。よし、最後の一投です。丸橋は竿を振る。照りつける亜熱帯灼熱の太陽も、落ちれば命さえなくしかねない荒い磯場も気にせずに。それはなぜか。
よし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 、浮いちゃうな浮いちゃうな、よいしょ、しっかり合わせといて、これ大きいね。あ、これね、多分ね、多分7キロぐらい。7キロぐらいはあるね。外れんなよ。おお。あれ。よしよし。よし。よし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 、あー6キロ台だな、7キロまではないな多分。よしよしよし、ほらほら、よーし、結構なですね、これはね、もう絶対25年から30年かかってますんでね、ねえ、立派でしょ、これ、こういう口、これが口次郎の口ですよね。小川さんでもね、そういつもいつもでかいのが釣れるわけじゃないんでね、ね、 7.2 ぐらいですかね、ね、じゃあ逃がしますよ、ね、次釣ってくださいよ、俺ら元気で暮らせよ。バンザーですね、無事帰っていきましたから、ありがとうございましたですね。いやー面白かった今日もね、え、魚がいることの素晴らしさだよね、これ本当に。でもね、本当ね、このね、素晴らしい釣り場はね、もう私が言うのも口はばったいですけどね、この本当にこの素晴らしい釣り場はね、もう松代まで残すためにはね、やっぱりね、キャッチャーのリリースしかね、今のところ方法がないんですね。ですからね、もう私はもう最後の、本当に最後の砦なんで、この小笠原母島っていうのはね、大事にしたいですよね。丸橋は竿を振る、照りつける亜熱帯灼熱の太陽も、落ちれば命さえなくしかねない荒い磯場も気にせずに、それはなぜか、それは彼が石鯛を愛しているから、それは彼が石鯛の未来を信じているから。フィッシングを愛する人がいれば、どこにでも開店するフィッシングカフェ。